カード残高ないえカード使えへん。え大丈夫破産しないいや、それは大丈夫。賞予分を考慮して、破産しないように今後半年分の予算はコントロールしてる。じゃあなんでカード残高足らないのさ。口座にお金ないとかじゃなくて、カードの使用枠に制限があるのをすっかり忘れてた。そっちがもうないバカじゃん。返す言葉もないてかそれ常識じゃないのカード作ったの初めてやったから、あんまりピンときてなかったわ。 やらかしい申し訳。てか、葵ちゃんもくれかもっとらへんやんか。私は小遣い制なので。それもそうか。納得されると、それはそれで悲しい。はよ就職し、いや、くそ。てか、本当に大丈夫なのそんなめちゃくちゃ買い物してて。いや、全体で黒字になるようには調整してたけど、でかい買い物は今のうちしとこって、棚とか服とか買ってたし、食費の一部もカードにしてたからあふれた。ああ、そういう。 つまり溢れたのは予定外出費をまとめてやったからか。そういうこと。今のうちカットかんと買わんくなるからな。服とかさ。まあ、それはある。葵ちゃんと違って、うちあんまり服買わへんし。茜そこんとこ興味ないよね。なんでやろな。服に使うくらいやったら、車とかパソコンに使うわ。もうちょっとオシャレしな。オシャレしたところで、葵ちゃんにしか見せびらかしたくないしな。じゃあ私にもっと見せびらかせよ。お、おう、頼みますよ。茜先生。 だからカードがないんやって。